困った。義理の母と思われないためのベスト5。1、突然訪ねていく。ああ、気を使わなくていいからって言っても、来られるとなると化粧したり多少片付けないといけない。来る側と来られる側では微妙に違いがある。第2、ご飯食べていきなさいよっていう頻繁な誘い。夫にとっては息子ですから、実家だから。気を使わなくていい。ご飯食べた後ソファでゴロができるけど、奥さんはニコニコ過ごさないといけない。ご飯作らなくていいでしょっていうのは、姑の理屈。第3、教育の押し付け。お母さんどうしたらいいですかって聞かれた時にはこういう考え方があるみたいだけどっていう情報提供はいいけど、こうしなきゃうちの息子の時はこうだったよっていうのはあなたの教育の仕方が問題ねっていうのと同じだよ。あの子ご飯食べてるの、これはあなたの健康管理良くないってお嫁さんに言ってるのと同じ、気をつけて。第5、孫を否定する。うちの子の時はねこんなことなかったわよっていうのはあなたの学歴遺伝子に問題があるんじゃないと捉えられる可能性も危険ですよ。